ロジクールフローの機能を紹介します。ロジクールフローとは、この一つのマウス M590 という一つのマウスで2つのパソコンのカーソルを動かすことができます。今このマウスは左側のパソコンのマウス、これを動かしています。このマウスを右の端に持っていって、この壁を越えてさらに右に行くと、この右のパソコンですね、こちらにマウスのを制御することができます。同様にもう一度このカーソルを左に移動しますと、左側のパソコンにカーソルが移動するわけです。それからもう一つ便利なのは、2つのパソコン間でコピー&ペーストができます。これのファイル自体をコピーします。これはまあこういう内容なんですが、右側にカーソルを移動しまして、ここで貼り付けてやるわけですね。今さっきコピーした内容貼り付け、するとここにこちらで、ペーストできたわけです。